この度はご来場いただき誠にありがとうございます。迷子のお知らせを申し上げます。ジャージを着ている三つ編みのゆりちゃんとなつきちゃんがステージ上にてノコパムを探しております。お心当たりのある方はステージ前
今日はですね、タイロコのご挨拶よろしいでしょうか、ボリューム1ということで、今日初の対バン主催ライブなんですけど、出演してくれた皆さん、来てくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ご挨拶できた？ご挨拶みなさんにできたね。めっちゃできたね。一緒に撮れたし、そうそう、セラナちゃんほどツイッターでね、そうだね、ライブ見てほしい。うん、なんかうちら違うんですよね、いつもと。そうなんですよ。今日はジャージを脱ぎ捨ててきた。脱ぎ捨てて髪型も。そうなんですよ。いつもはね、芋ジャージに三つ編みなんですけど、はい、なんかね、たまには主催、うん、ライブはちょっと変えていこうかみたいな感じで、はい、やったんですけどね。どうですか？喜び方がキモいね。何？喜び方がキモい。でもなんかライブのさ、始まりが全然近かったよね。それのなんかみんなめっちゃ盛り上がってたから、うん、すごい嬉しかった。そう、良かったのかなと思ってね。なんかちょっとさ、出る前までさ、なんか恥ずかしいねって言ってたんですけど、良かったと思います。はい、はい、今日ぜひタケノコ動画の写メも大歓迎なんで、ぜひ撮って帰ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとう。あとね、10月21日にワンマンがあって、そのハッシュタグをつけて載せてくれるとめちゃめちゃ喜びます。はいはい。でハッシュタグはですね、はい、ハッシュタグ TAKENOKO ワンマン1021っていうタグをつけて、今日のね、ライブの動画だったり、そう、写真だったりを、うん、なんかもう関係ないさ、感想とかでも何でも嬉しいよね。そう、何でも全然、これをつけてツイートしてください。お願いします。お願いします。私はツイッターとかいいでしょ。お願いします。イエイイエイ。はい、そしてですね、今日はなんでニヤニヤしてるの？ニヤニヤしちゃうね。すごい、今日ニヤニヤしちゃうねっていうことがちょっとあるんですけど、ね、はい、まあ、これもニヤニヤしちゃうけどね、もう一つ、そう、もう一つある。そう、うちら8月5日の TIF に初めて出るんですけど、うん、そこでね、お披露目予定だった新曲が、そう、最近できまして、そう、本当に、ね、最近曲が完成して、そうで、今日は初の対バン主催ライブ記念ということで、ここにいるみんなにだけに先行音源公開。やった。音源をここでみんなで一緒に聴こうっていうことで、そう、うちらも完成、ちゃんとした完成をちゃんと聴きたいなと思って、みんなと一緒に、うん、そう、そういうことなんですね。そう、だからまあ落ち着いて聴いてください。ざわざわしてるね。ざわざわしてる。はい、じゃあ早速聴いてみますか。そうだね、まあ座って全然聴いたりしてたりしたりしたりして、本当にね、あ、そう、いいよ、休憩して、うん、今までのね、タケノコとね、すごい変わって大人になったよね。そう、あとも座るんかい。大人になった、大人になりすぎたよね。そうかもしれない。そう、はい、マジで。そういうことで、じゃあ早速聴いてみましょう。はい、それでは聴いてください。タケノコでスリルナイト。大事な日
それでは聞いてください。タケノコでつらつらバイバイ。